日産サクラが BEV 国内販売No.1に。日産は4月11日、軽自動車のサクラが、2023年度の国内販売において、電気自動車 BEV の販売台数1位に輝いたと発表した。2023年度の販売台数は 34,083 台で、2022年度に続き2年連続での1位獲得となる。なお、2位はリーフ、3位はアリアとなり日産がトップ3を独占した。サクラは2022年に発売された BEV の軽自動車で、三菱 E系クロス EV とは兄弟車の関係。195Nm を発揮するモーターに 20kWh のバッテリーを搭載し、1充電あたりの走行距離は 180km、WLTC モード。日常使いに特化した航続距離にとどめることでコストを抑えたのも特徴だ。日産のユーザー調査によると、サクラの購入時に気に入った点として、補助金があること、ガソリンスタンドに行かず自宅で充電できること、燃料代、電気代などが安く済むことなどが挙げられるそうだ。他にも、軽自動車ならではの小回り性や、BEV ならではの静粛性と力強い加速、デザインといった車としての魅力も評価されているという。このあたりは車の話に掲載中のサクラの口コミともおおむね一致しており、オーナーはその性能に非常に満足している様子がうかがえる。令和5年度のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金 CEV 補助金に関し、サクラは軽自動車として満額の55万円を受け取れる。現在の車両価格が2548700円となっており、補助金を加味すればおよそ200万円から買うことができ、軽自動車として特段値段が高いわけでもないのも、ユーザーの購入のハードルを下げる要因と言えそうだ補助金頼りとも言えるが、購入時の注意点は？日常使いに割り切ったことで価格を抑えたサクラだが、その点が購入の注意点にもなる。車の話の口コミでは、航続距離が短いというコメントも散見され、ヒーターなどの電装品を使うと実際の航続距離は 100km 程度と考えた方が良さそうだ。口コミからも、多くのユーザーがセカンドカーとして購入していることがうかがえる。また日産によると、サクラオーナーの戸建て比率は9割だそうで、自宅に充電設備があり、なおかつ近距離用として割り切って購入するならば、前述の走りやデザインなど車としての魅力も高いが、充電インフラの脆弱な日本において、現状ファーストカーとして購入するにはハードルが高いのは否めない。日産は徐々にファーストカーとしての需要も高まっていると話すが、使用用途として日常の買い物や近距離のお出かけとして、サクラを使っているユーザーは 92% にも上り、軽自動車の平均である 86% を上回る。まとめると、サクラを購入するならば、自宅に充電器があること、日常使いに限定した用途として使用することと割り切れるかが肝要となる。しかしその点をクリアできるならば、軽自動車として、サクラは非常に魅力的な選択肢の一つと言えるだろう。